修理代、おかず代、慰謝料は、ま、俺とお前の仲だから半額にしてやるよ。これくらいならいけるだろう。
手伝いに来たぜ。心配するな、費用はハサンのおっさんに請求するから。能力が上がったぜ。ま、当然だな。昇進の話なら知ってるぞ。で、俺は甲乙平定の奴隷になった？あ、違うのか？盛り上がるぜ。なるほど、この技の問題点はここだったのか。これ良さそうだな。へい、しゃあ行こう。あいつらの防御線を突破しようぜ。戦場でやりすぎないように俺をちゃんと見ておけよ。楽勝だ。修理代、おかず代、慰謝料、ま、俺とお前の仲だから半額にしてやるよ。これくらいならいけるだろう。ここに立ってなきゃいけないのか。ち、すまんね。お前らのこの空中庭園ってさ、なんか面白いものないのか。戦闘ばっかりだとおかしくなっちまうだろう。今暇か。この前のミッションであった面白いことを聞かせてくれよ。代わりにソフィアも知らない列車のこと教えてやってもいいぜ。武術の練習をしないで拳の技だけを練習するなんて意味がない。要するにこの練習法は無駄だ。しょうがないな。徹底的に手取り足取り教えてやろうか。めったにないチャンスだぞ。指揮官、指揮官、指揮官。慣れないな。やっぱり名前で直接呼ぶよ。ゲームしないか。俺がこの導線を投げて、よっと、表が出たのか裏が出たのか当ててみろよ。身長なんて関係ねえ。俺をなめるなよ。お前と一緒にいると気楽に過ごせる。列車で働いたらどうだ。冗談だ。まあリーのおっちゃん、リーがずっとカードで勝てるのは計算してるからだ。俺の場合はちょっとしたコツだけど。知りたいのか。秘密だぜ。この演出には思考誤報が必要なんだ。知りたいなら教えてやるよ。お前って本当に人気者だな。今度俺をあいつらに紹介してくれよ。え、安心しろ、何もしないって。何やってんだ。こんな子供っぽいもの他のやつに送れば。あのな、子供扱いはやめろ。お前の代わりにこれ売ってきてほしいってことか。おいおい、何をするつもりだ。鳥肌が立つんだけど。またプレゼントなのか。何か企んでるんじゃないよな。ちょ、いらないとは言ってない。ただでもらえるもんなら受け取るに決まってんじゃん。誰とでも気楽に話せるけど、人のことを気軽に受け入れられるわけじゃない。適当に言ってみただけなんだけど、覚えててくれたのか。ありがとな。ここにいると時々劇場時代のことを思い出す。いや、なんでもない。ただこうしてお前と一緒にいるのって悪くないと思う。何か欲しいものはないか。受け取るばっかなんて柄じゃないし。俺に認められるやつってかなり少ないんだぞ。お前はその中の一人だ。指揮官、今度一緒にこれを試してみるか。あれ、まだいたんだ。サボったことをジャミラに言うなよ。起きろ起きろ起きろ。じゃないとお前の尻を叩くぞ。もう誰もいないよな。じゃあ上がるぞ、指揮官。たく、寝ちまったのか。じゃあ遠慮なくお前の顔に亀を描いとくぜ。何もせずにずっとここに突っ立ってるなんて、他の奴らはよく耐えられたな。お前必死に仕事してるな。空中庭園からダブル残業代が出るのか。仕事ばかりしてないで遊びに行こうぜ。
お前の仕事を少し手伝わせてくれよ。あ、事務系以外ね。ぎっしり字の詰まったものとか、マジ勘弁。よ、おはよう。はいはい、分かったよ。さてと、今日のやるべきことを確認するぞ。ああ、朝早く起きすぎて頭回んねえ。今日の開始時間を遅らせてくれよ。飯食ったか？あ、俺がいた場所は普段みんなこうして挨拶をするんだ。指揮官って元気だな。少し手合わせするか？約束したよな。何も言わずに離れていったらデコピンって。さあ来いよ。手加減するから。このくらいなら全然平気だ。列車の方がすごいし。びっくりした。しっかり立てないなんて、そんなわけがねえ。ちゃんと歩けてないように見えるけど、実はわざとだよ。そう、技だよ、技。かっ、どうしないぜ。くん、奇襲か。俺の反応はめちゃくちゃ早いんだぜ。これ以上頭を触られたら背が伸びなくならないか。おい、待て、やり返す。もう終わり？じゃあこれからの時間は俺のもんだよな。金はもらってるし、あとは任しとけ。腰から動いて気を集中させて拳を出す。内力が爆発するぞ。虚虚実実の駆け引き、銃を持って業を制す。形のない形に、式のない式。大丈夫だ。おい、なんとかしてくれよ。くそ、早く動けよ、この体。契約内容以外の仕事は無料サービスだからな。寸慶、失敗の中で勝利を目指し、危険な状況の中で穏便を追求する。来玩个游戏嘛，我把这枚铜钱抛出去，来猜猜这枚铜钱的正反吧。哎，我来帮忙了，别担心，账单都寄到哈桑大叔头上了。能力提升，这不是理所当然的吗？晋升啊，这个我知道，我到甲乙丙丁哪等了？啊，都不是吗？我燃起来了。原来如此，这一世的问题找到了。好啊，这个好像还不错。嘿，嘿，走着去冲散他们的防线。战场上记得及时提醒我，否则我怕自己收不住拳脚。哼，小菜一碟，维修费、临时费、精神补偿费，看在咱俩这关系的份上，我再给你打个对折。这笔账对你来说算是小意思了吧？我必须站在这里吗？切，真无聊。你们空中花园都没什么好娱乐的吗？除了战斗就是战斗，会闷出毛病的。现在是不是没事做？要不给我讲讲你之前出任务遇到过什么好玩的事儿吧？作为交换，我也可以给你讲一些列车上苏菲亚都不知道的事儿哦。嗯。只练拳不练功是没用的，照你这练法恐怕老死也练不出什么来，真是看不下去。我给你来个全套讲解吧，错过这村可就没这店了。指挥官，指挥官，指挥官真是怎么叫也叫不顺口。我之后还是直接叫你的名字吧。来玩个游戏嘛，我把这枚铜钱抛出去，嘿，来猜猜这枚铜钱的正反吧。身高才不是问题，可别小看我。嗯，和你相处挺自在的嘛，要不要考虑来列车工作？开玩笑的。嗯，李叔，李打牌一直能赢是因为计算，我则是因为一些小技巧，想知道吗？
这是秘密。这段表演讲究的是四功五法，想学的话我可以教你。哇，你还真是受欢迎啊，也带我去见见那些人呗。嗯，放心，我什么都不会做的。干什么呢？这些小孩子的玩意儿你去送给别人了？喂，你在把我当小孩子看吗？是想让我帮你把这些东西拿去售卖吗？咦，你要干嘛？我都起鸡皮疙瘩了。又是礼物，该不会有什么企图吧？我又没有说我不要，免费的当然要收下了。虽然我和谁都能聊得来，但是这可不代表我会随随便便接受别人。我随口说想要的东西都被你记在心里了。哇，谢了。在这里偶尔会让我想起在剧院的时光。哦，不，没什么，只是这样和你待在一起很好。你有没有什么想要的？毕竟我又不是只会收礼物的那种类型。能被我认可的人很少，你是其中之一。指挥官，下次来一起试一下这个吧。哎，原来你还在，可别把我在这偷懒的事告诉贾米拉。起床了，起床了，起床了！再不起床，我就来打你屁股了。这里是不是没人了？那我下班了。指挥官，这家伙睡着了吗？哼，那就不怪我在你脸上画乌龟了。其他人是怎么做到这么久啥都不做，一直干站在这儿的？你这家伙工作还真是拼命啊！空中花园给你双倍加班费吗？别总是在这工作了，走吧，让我带你出去玩。让我来帮你分担点工作吧，文之类的就算了，看到密密麻麻的字我就头大。哟，走，来了来了，让我看看，今天有什么要我们出手的呢？啊，早起傻一天，我们今天晚点再开工吧。吃过了吗？啊，在我来的地方啊，人们都习惯这么问候。指挥官，精神不错嘛，要不要来过两招？我们之前约好的，谁不辞而别就要被弹一个脑瓜崩。啊，来，我不会使出全力的。这种程度可比列车上轻松多了。吓我一跳，才不是没站稳呢。别看我脚步虚浮，其实里面暗藏杀机的。不动如山。想偷袭我吗？我反应力可是一绝，再摸我头可就长不高了。你别跑，我今天非得戳赢你。这就结束了吗？接下来你的时间就属于我了吧。拿钱办事，剩下的交给我吧。以妖运身，聚气凝拳，内劲爆发，虚实兼备，以柔克刚，无形之形，无事之事。我没事。喂，快想想办法。可恶，身体快给我动起来。合约之外的工作呢，就当是免费酬宾了。寸进，败中求胜，险中求稳。